秋篠宮家の久仁様が筑波大付属高3年に進級し、大学進学先への関心が高まっています。紀子様が東大への推薦入試を強く希望していると報じられ、国民から様々な意見が寄せられています。学習院出身の私は、東大への推薦入学よりも海外の名門大学を目指すことを提案したいと思います。私は学習院で紀子様の1年後輩。 秋篠宮様の2年後輩であり、学習院女子と皇室を執筆したものです。紀子様への手紙として、この提案を僭越ながら申し上げます。紀子様は学習院に深い愛着を持っておらる。学習院女子中、高等科や大学で福祉活動に取り組んでおられました。その姿勢は、多くの学内の者に感銘を与えていました。私自身も法学部政治学科に進み、 秋篠宮様の2年後輩として、同じサークルで活動しておりました。学習院の学生にとって皇族方は身近な存在であり、当時の天皇陛下も学内で頻繁にお見かけしました。紀子様は幸せな結婚をされ、真子様、佳子様と二人の内親王に恵まれた家庭を築かれました。しかし、久人様がお生まれになってから、紀子様のご様子が変わられたように感じます。 未来の天皇を育てる国母としての責任感が増し、その重責に対するプレッシャーは計り知れないものと推察いたします。しかし、私はその重責がなぜ、東大に結びつくのかが理解できません。久仁様が学習院に進学されなかったことは、戦前の慣習を破る英断であり、それ自体が評価されるべきです。戦後、学習院は一般の私立学校となり、 後続が進学する義務はなくなりました。それでも紀子さまが学習院を大切に思っておられることは、学習院女子中、高等科に掲示された若からも感じ取れます。紀子さまが学習院を愛しておられる一方で、皇后雅子さまとの学習院でのご縁も忘れてはなりません。1986、87年頃、私が在籍していた法学部で雅子さまが学生向けの講演会を行いました。 雅子様は東大法学部在学中であり、ハーバード大学を優秀な成績で卒業され、外交官試験にも合格されました。その輝かしい経歴と知性に、私たち学生は深い感銘を受けました。紀子様が悠仁様の進学先として東大を推奨される理由は様々な考慮があるかもしれませんが、私は海外の名門大学を選択肢に入れることを強くお勧めします。 久人様の未来がより広がるよう、紀子様のご判断を期待しております。久人様が学習院に進学されなかったことは、学習院の歴史を考えると大きな転換点でした。戦前の学習院は宮内生の傘下にあり、皇族の進学が義務付けられていましたが、戦後は一般の私立学校となり、その義務はなくなりました。それでも紀子様が学習院を大切に思っておられることは、 学習院女子中、高等科に掲示された和歌からも感じ取れます。紀子様が学習院を愛しておられる一方で、皇后雅子様との学習院でのご縁も忘れてはなりません。1986、87年頃、私が在籍していた法学部で雅子様が学生向けの講演会を行いました。雅子様は東大法学部在学中であり、ハーバード大学を優秀な成績で卒業され、 外交官試験にも合格されました。その輝かしい経歴と知性に、私たち学生は深い感銘を受けました。紀子様が悠仁様の進学先として東大を推奨される理由は様々な考慮があるかもしれませんが、私は海外の名門大学を選択肢に入れることを強くお勧めします。悠仁様の未来がより広がるよう、紀子様のご判断を期待しております。 悠仁さまが学習院に進学されなかったことは、学習院の歴史を考えると大きな転換点でした。戦前の学習院は宮内生の傘下にあり、皇族の進学が義務付けられていましたが、戦後は一般の私立学校となり、その義務はなくなりました。それでも紀子さまが学習院を大切に思っておられることは、学習院女子中、高等科に掲示された和歌からも感じ取れます。 紀子さ様が学習院を愛しておられる一方で、皇后雅子様との学習院でのご縁も忘れてはなりません。1986、87年頃、私が在籍していた法学部で雅子様が学生向けの講演会を行いました。雅子様は東大法学部在学中であり、ハーバード大学を優秀な成績で卒業され、外交官試験にも合格されました。その輝かしい経歴と知性に、 私たち学生は深い感銘を受けました。紀子様が悠仁様の進学先として東大を推奨される理由は様々な考慮があるかもしれませんが、私は海外の名門大学を選択肢に入れることを強くお勧めします。悠仁様の未来がより広がるよう、紀子様のご判断を期待しております。悠仁様が学習院に進学されなかったことは、学習院の歴史を考えると大きな転換点でした。 戦前の学習院は宮内生の傘下にあり、皇族の進学が義務付けられていましたが、戦後は一般の私立学校となり、その義務はなくなりました。それでも紀子様が学習院を大切に思っておられることは、学習院女子中、高等科に掲示された和歌からも感じ取れます。紀子様が学習院を愛しておられる一方で、皇后雅子様との学習院でのご縁も忘れてはなりません。 アキコ様は学習院大学文学部在学中にオックスフォード大学への交換留学を経験され、卒業後には再び都営して大博物館での日本美術の研究にも年間を費やし、博士号を取得されました。彼女の手記、赤と青のガウン、PHP 文庫を読むと、海外での生活において、日本のような護衛なしで一人で生活を切り盛りしながら、 少しずつ研究の道を切り開いていく様子がユーモアたっぷりに描かれています。この手記はネット上で話題になったことで復刊されたものですが、女性皇族の青春の記録として多くの人々の共感を呼び、ベストセラーとなっています。秋子様がこの留学記を書くことになったのは、肝心心脳のご指示によるものだとされています。当初は修士号取得のための2年間の留学予定が、 指導教授の勧めにより博士号を取得の5年間に延長されました。その際、長期間海外に出て公務をしない以上、それを支えてくださった国民の皆様に対して、皇族としてきちんとその成果を報告する義務があると考えておられた本書から、ため肝心心脳の許可を得られたといいます。肝心心心脳ご自身もクスフォード大学に留学され、その手記を出版されていたことが、 この決定に影響を与えたのでしょう。赤と青のガウンを通じて、国民は皇族を身近に感じ、そのイメージを大きく向上させることができました。秋子様は現在、大学で教鞭を取りながら公務にも従事しており、留学の成果を存分に発揮されています。このような背景を踏まえて、私は悠人様に対して、 東大ではなく海外の大学を目指されるという選択肢も考慮されるべきではないかと提案します。雅子さまのキャリアと比較するのは酷かもしれませんが、東大は明治時代の旧み稼働時代まで遡ると、近代国家を作るための人材、特に官僚を育成する大学でした。雅子さまは外交官試験を受けるために東大に編入されましたが、現在の東大は多岐にわたる学びが得られる名門大学となっています。 それでも、悠仁様がそこで何を学び、その知識をどのように活かされるのかは疑問が残ります。トンボ論文は素晴らしい実績ですが、皇族であるからこそなしえた特権ではないでしょうか。一般人が立ち入れない赤坂御用地で、研究者を二人も従え、学術雑誌に掲載されるというのは普通の高校生にはまず出せない実績です。推薦入試で面接がある場合、 担当教授はどこまでが本人の貢献によるものなのかを見抜いてしまうでしょう。入試は試験であれ推薦であれ、個人の力で挑むものです。近年、裕福な家庭の子女ほど教育にお金をかけ、推薦入試でも家族ぐるみでスポーツや音楽など課外活動の実績作りに励むという家庭が多く見られます。一方、金銭的に余裕がない家庭の子女は不利という状況も生まれてしまいます。 こうした生徒たちは国公立大を目指すのが一般的です。私は、貧しい母子家庭で苦学して東大に入学し、奨学金を得てアルバイトで生活費を稼ぎながら卒業し、今は社会人として成功している卒業生を知っています。ですから、特権を使って入学機会を奪わないでいただきたいと考えます。入試には定員があり、一人が入れば誰かが落ちてしまうのです。 海外の大学への進学も選択肢に入れるべきです。雅子こさまはハーバード大学を卒業され、アキコさまはオックスフォード大学で博士号を取得されました。進学校から海外の大学に進学する生徒も増えています。赤と青のガウンによれば、アキコさまは英国では日本のように護衛が常にいる生活ではなく、自炊や旅行の手配などすべてを一人で行っていました。将来の天皇である悠仁さまも、 このような環境で国際性を身につけ、一人で物事を行う自立心を養われるべきではないでしょうか。天皇、皇后両陛下が英国をご訪問されたばかりの今、悠仁さまが英国の名門大学に進学され、ウィンザー城構内に生息するトンボ研究など、日本の皇族である悠仁さまにしかできない研究をされることも考えられます。米国ならば、 ホワイトハウス敷地内に生息するトンボ研究でしょうか。アキコ様のように、英語で独力で論文を書かれるならば、真に立派な成果となるでしょう。海外の大学は、入りやすい、側面もあるかもしれません。ベアイビーリーグ大学の卒業生の中には、海外の大学入試の方が、学力そのものより個人の成果を見てくれる、未来の天皇である悠人様ならば、 どこでも入れるのでは、という見方もあります。私が客員研究員として在籍していた米コロンビア大学には、世界各国の王族や有力者、政治家の子女が在籍している、という噂がありました。ですから、この卒業生の言うことも一理あるかもしれません。久仁様に海外の大学に進むという選択肢はあるように思います。来年の入学には準備が間に合わないかもしれませんが、 再来年に挑戦することも考えられるのではないでしょうか。その場合、肝心親王が秋子様におっしゃったように、それを支えてくださった国民の皆様に対して、皇族としてきちんとその成果を報告する義務があると思います。東大にこだわる必要はなく、視野を広く持ち、悠仁様が何をされたいのか、その成果を国民にどう報告し還元されるかを考えることが、国母、 の役目だと考えています。